にちは、ゆかりさんです。今回の動画は10日間の間腹筋にチャレンジするという動画を撮ってみました。最近時間がないということを言い訳にして運動をサボりがちなんですよ。それでだいぶお腹がたるんできています。 YouTube のジェットユーさんの動画で4分間の腹筋動画っていうのがあるので、それに今回10日間チャレンジしました。毎日できたかというと、お仕事の都合でできない日もあったので、10日間の中でできたのは結局7日間なんですけど、7日間でもかなり効果があったなと実感してます。その私の成長記録、よかったら見ていってください。一緒にやる気になってもらえたら嬉しいです。それでは腹筋動画スタートです。1日目、とにかく動画を見てどうやるんだろうって思いながらやってるんですけど、かなり辛いっていう、プルプルしてます。真剣だし眉間にシワ寄るし、ちょっとなんか恥ずかしいんですけど、私はお酒が好きなので毎日ちょっと晩酌したりしてます。そのせいか、もしくは運動不足か代謝が落ちてるかで、お腹にすごく溜め込みやすい体になったなって、お腹が重く重く自分でも感じてました。こんな感じでかなり辛くプルプルしてます。終わったんですけど、もう1分ぐらいこの状態から動けなかったです。腹筋サボってたんだなーって反省しましたね。この1日目は腹筋チャレンジ2日目です。そんなに筋肉痛にならなかったですね。今日も4分間ジェットユーさんの腹筋動画やってきます。ちょっと疲れてるコメントでしたよねやっぱ夜に仕事とか作業終わった後にするの結構しんどい。まあ、それでもサボってたわけですからね。2日目も頑張っております。プランクっていうポーズがきつくて、何度もお尻が床についてしまいそうになってます。この10日間は特にダイエット食を食べていたっていうわけでもなく、普通に1日2食食べている状態です。終わりましたね。すごい税入ってます。1日目も疲れたんですけど、2日目の方がもっと疲れますね。もっと腹筋が痛くなります。で、休憩のプランクっていう姿勢が思ったよりきつくて、1日目は腕ちょっとだけ筋肉痛になったんですよ。で、今回もちょっと筋肉痛が連続なんで来そうですね。なんか昨日よりきつく感じました。よし、明日も頑張ろう。お風呂に入る前にやっていきたいと思います。もう3日目なんですけど、3日目はやっぱりちょっと筋肉痛ですね。少し腕はそうでもないんですけど、やっぱこの辺りがすっごい痛いです。プランクっていうのが休憩のポーズなのに休憩じゃないよねっていうぐらい辛い。3日目いきます。3日目に入ってくると習慣になってきました。寝る前に、あ、やんなきゃみたいな、そんな感じですね。2日目ほどはきつくないんですけど、まだまだきついですね。でも4分間腹筋をすると清々しい気持ちになれるんだっていうのがこの3日目で分かったことでした。あー、この足タッチもなかなかきついです。多分ちょっと違うんですけど、とりあえず効かせていこうっていう気持ちだけはあったと思います。お尻、腕、足も少し同時に鍛えられるのがこの動画のいいところですね。チャレンジさせていただいた動画のリンクは概要欄の方に貼っておきます。本家の方の見てみてください。腹筋バキバキですけどね。バキバキになりたいわけじゃないんですけど、やっぱ締めたいっていう気持ちは強いですよね、夏に向けて。3日目はまだ床に最後倒れ込んでますね。なんか懐かしい感じします。始める前よりはちょっと締まってきたかなっていう程度なんですけど、経過です。やった後は筋肉痛になるんですけど、まだちょっとぷよっとした感じは残ってます。このサイドの肉も落としたいなと思うんですけど、あまり組み込まれてはないので、ちょっと前に倒すときに横もひねるようにしていきたいなと思います。普通にご飯は2食食べてて、お酒も飲んだりしてます。三日坊主っていう言葉ありますからね。
4日続きました。もともと私はお腹には筋肉がつきやすい方なんですよ。それはジョギングをよくしてたっていうのが大きいと思うんですけど、正直この同じ動画で同じところを毎日鍛えるっていうのが、アレンジを加えていこうっていうことで横にひねるようにしました。4日目からは腹筋終わり寝そべらなくなりました。ちょっと成長したな。すごい暑いですけど、最後終わってから倒れ込むことがなくなったかなと思います。内側から燃焼してるみたいな暑さがあります。継続は力なりって感じで、ずいぶん楽になりました。やってきます。早く結果を出したいっていうのありますけど、4日目以降はちょっと1日休んだりするようになりました。1日飛ばしにする方がやっぱり体にも筋肉にもいいかなと思って、それを取り入れました。あとちょっと飛ばした方が新鮮な気持ちでやれるっていうのがいいですね。まあでも言い訳でしょうか、余裕な感じはだいぶ出てきてますね。5日目の仕上がりはこんな感じです。前よりは少しいい感じになってきたかなと思います。毎日腹筋をやってると声の通りが良くなるなっていうのが発見でした。あと歌を私歌う機会が多いんですけど、すごくよく声が出るようになったと思います。これもすごいいいポイントでした。毎日やってると結構前向きな気持ちになれる日が多い気がします。まだちょっとお肉は乗ってるんですけど、内側の筋肉が鍛えられている感じあります。最初の3日間ぐらいはさあやるかっていう重い腰を上げる感じだったんですけど、もうこれぐらいになってくると結構楽に腹筋できるようにかなりなりました。フットワーク軽いって感じですね。この期間は犬の散歩を2回ほど行きましたね。結構走る犬なんで、一緒にちょっと軽くジョギングするっていうことをやりました。ここがすっごい効いてると思います。この辺にはあんま効いてないんですけど、ここがすっごいピキピキします。はい、今日もやってきます。ここの筋があ明らかに変わったのと、またこの辺りがぷよぷよしてるので横にひねりながら腹筋していきたいと思います。ぽっこりお腹はやっぱ気になるんですけど、やっぱ側筋を鍛えたいっていう気持ちがどんどん募ってますね。女性は外見的にはくびれがあると魅力的に見えると思うので、くびれを作るエクササイズ動画を作りたいって思いました。それを言い出したら二の腕もプルプルしてますし、足もすっきりさせたい、あと小顔にもって欲張っちゃいます。今日は夜に予定が入ってるので、夜に腹筋ができる気がしませんので、お昼やってきます。今回は諸事情により少し割愛しているところがあるんですけど、まあ4分間みっちりとやっております。はい、10日間の腹筋チャレンジ、計8日間腹筋したわけですけれども、仕上がりはこんな感じになりました。比較してみるとこれぐらい変わりましたね。どうでしょう、胸の下あたりに縦のラインができました。見ていただきありがとうございました。この10日間かなりいろんな発見があったんですけど、このチャレンジすごくやってよかったって心の底から思います。前向きになれたっていうのが一番大きいかもしれないです。声の通りが良くなったり、明るい気分で毎日を過ごすことができました。少し日が飛ぶ日もあったんですけど、寝る前に眠くてもできたのはちょっと自分の自信になったなって思います。皆さんもよかったら試してみてください。私はやっぱりくびれができにくい体質なんですけど、もっとくびれが欲しいなと思ったので、くびれを鍛える動画を作ってやってみようかなと今回思いました。そちらの動画もぜひ楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまた会いましょう。